皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは、ゆっくりマリサです。昨今はコロナがかなり厳しい状態だけど、皆さんは大丈夫かしら？できる限りの感染対策をみんなでしていきたいのぜ。医療従事者の負担も減っていくことを祈っているわ。さて、今回は何の話をしていくのかしら？今回扱うテーマは、一つの動画ではどうしても収まりそうにないのぜ。今回からは、社会科学の古典的名著、資本論を取り扱うのぜ。資本論、確かカール・マルクスの本よね。そうだぜ。それとエンゲルスという人も関わっているぜ。だけど今回はこの二人に焦点を当てるのではなく、資本論の内容自体を深掘りしていこうと思うのぜ。どこまで深くやるの？かなり詳しくだぜ。正直言って、この動画が経済学の全くの初心者に向いているかというと、多分そんなことはないぜ。でもさ、ウプ主は資本論なんてクソ難しい本に立ち打ちできるの？少し詳しめの資本論の解説書でも、ウプ主は理解するのにかなり時間がかかったぜ。岩波文庫から出ている資本論に関しても、もちろんかなりの時間がかかったぜ。だから、申し訳ないけど、ある程度ウプ主の解釈が入っている可能性があることは否めないぜ。本当に難しいんだぜ。それでもウプ主の解釈があまり入らないように頑張りましたのぜ。なるほどね。でもさ、そもそも資本論ってどんな本なの？何のために書かれたの？資本論が書かれた目的は近代社会の経済的運動法則を明らかにすることだぜ。ちょっと難しいわね。では、早速、資本論の説明をしていきます。よろしくお願いします。資本論の内容は大きく分けて3つのパートに分かれているぜ。資本論では資本主義の基本的な仕組みとして、資本の生産過程、資本の流通過程、資本主義的生産の総過程の3巻で、説明を試みているわ。そして今回は資本の生産過程の部分からお話ししていくぜ。ではまず、資本論の一部を抜粋するぜ。今表示されているのは資本論の冒頭の部分だぜ。資本主義的生産様式の支配する社会の富は、膨大な商品集積として現れ、ここの商品はその富の基本形態として現れる。したがって我々の研究は、商品の分析から始まる。いきなり難しいと思うが、ここで言う商品とはマルクス曰く、差し当たり、外的対象であり、その特性により人間の何らかの欲求を充足させるものとあるわ。まあ要は、誰かが欲しいと思うものって感じかしら？さてこの商品ですが、二つの要因から構成されているのぜ。二つの要因とは、ズバリ使用価値と価値だぜ。まず使用価値だぜ。有用なものというのは、物それぞれがそれぞれの面で有用であり、その量が多いほど、一般的には有用であり、またその質が高いほど同じように有用さが増す。有用なものは世の中にいっぱいあるとは思うんだけど、それぞれの有用なものを、直接的に比較、計量する尺度は客観的には存在しないのぜ。有用なものはいろいろあるけど、どっちがどのくらい有用かを測る、絶対的尺度はないわよね。つまり使用価値は、測定できない。一方価値は交換によって表すことができるのぜ。交換、価値は他の使用価値を持つ商品との交換比率として表せるのぜ。つまり、リンゴ 2kg とみかん 3kg が仮に交換可能だとしたら、これらの価値は同じであり、ここで表せるように、交換する対象が存在することで、その交換比率から、その有用物の価値が表せるのぜ。なるほど。では価値の代償を決定するものは何か。それはそのものが作られるのに投入された抽象的人間労働の量だと、マルクスは言うのぜ。この抽象的人間労働が価値の代償を裏付けるという考えを、労働価値説というのぜ。だが、抽象的人間労働が投入されてできた全てのものが商品になるというわけではなく、その生産物を欲する人に、交換を通じて所有者の移動がなければならないのぜ。いくら一生懸命作られても、誰も欲しがらないんじゃ商品にはならないわよね。さて、商品の基本的な話はここで終わるぜ。ここからは、商品を通じて貨幣のお話をするのぜ。商品と貨幣と言ったら、お互いに交換し合う関係って感じがするけど、一般的にはそうなんだけど、マルクス曰く、貨幣は商品という存在と地続きなんだぜ。商品の相互関係から貨幣が発生し、独特な歴史的、社会的地位を占める、すべての商品との直接的交換可能性を集中し独占する存在。貨幣という存在はこの言葉に集約されているぜ。マルクスの資本論においては、どのようにして貨幣が生まれたのかというお話が出てくるが、これは他の学派では見られない、資本論の貢献なんだぜ。ここでマルクスの、いかにして貨幣が生まれたのかというお話をしようと思うのぜ。
順を追って話していくぜ。なんか難しそうね。複雑なんじゃないの？意外とここはそんなことないのぜ。少し前に話したが、商品は他の商品との交換によってその価値を調べることができるのぜ。上のような交換比率が例えば与えられているとして、みかん 20kg によってお茶 x kg、上着は1着、単行本 z 冊の価値が表され、また逆にお茶、上着、本によって、みかんの価値を表すことができるのぜ。また、このように等しい価値同士の商品の間で交換が行われるぜ。このように、等価物同士での交換が行われるが、この交換は無数の商品の中で、繰り返し行われるぜ。繰り返し行われていく中、数ある商品の中で、高頻度で交換がなされる商品が現れ始めるぜ。少し難しく言うと、他の広い商品に対する直接的交換可能性が与えられるなのぜ。簡単に言うと他の商品に比べて、たくさん、かつ広く交換される可能性が高くなるという意味ね。交換がさらに何度も行われると、高頻度で交換されるものの中で、共通の統一的な相対的価値表現が成立するのぜ。簡単に言うと、これがたくさん交換されているわけだから、これがある種の価値基準で良くないかという。商品ができ始めるのぜ。この世界でそれを勝ち取ったのが金だぜ。確かに金は誰もが欲しがるものだから、交換の需要がありそうね。そうなると、あらゆる商品が金による交換を想定するようになり、価格を設定するようになるぜ。結果として、金が価値の尺度になったぜ。一応マルクスは、ここでどのような商品でも金のように価値尺度として機能するとしているが、例えば、野菜など鮮度が問題になってしまうものなどは、価値の尺度にはならないという指摘が資本論を読むという本でなされていたぜ。いろいろな話があるけど、金が価値の尺度となるのは、金の耐久性だったり、分割可能だったりという要因があると言われていたりするわね。今回は少し短めで、この辺で終わらせようと思うのぜ。この資本論解説動画はこの後しばらくにわたって作る予定だぜ。ウプ主はいろいろ調べていて、こんな本動画2、3本で収まるわけないと思ったわ。次回からは少し長めの動画になるかもしれないわ。だいたい15分くらいの動画になってしまうかもしれないのぜ。一応内容の深さ的には次回も今回の動画ぐらいのを想定しているわ。まあ、そんなわけです。ちなみに、今回の動画では伊藤誠氏の、資本論を読むを主に参考にしています。というわけで、ご視聴ありがとうございました。